半角鉄道1流山鉄道1255の形式図国鉄1350系蒸気機関車はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である元は半角鉄道が開業用として用意した1897年アメリカのピッツバーグロコモティブカーワークス製の車軸配置0から6から0で2機等式の 高和式機関車で、同鉄道の A1 系のうちの一両である。1904年、1と3は、高野鉄道の1、3と、交換で同車に移り、鉄道国有法によって1907年に、国有化されたのは、2のみであった。1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、1350型に改版された。 三百五十型は国有化後も旧所属線で使用されたが、九百十七年に秩父鉄道2乗とされ、同社の四となった。しかし、九百二十二年の電化により、用途を失い、同年、三河鉄道2乗とされ、B 型となっている。高野鉄道2乗とされた二両は、1九百七年に高野山登山鉄道への譲渡、と、九百十五年の 大阪高野鉄道への解消を経て、1は1922年の南海鉄道への合併を前に三河鉄道2条とされ、これも B 型に編入された。1926年に三河鉄道が電化されたため用途を失い、1934年に廃車された。残る3は南海鉄道に引き取られたが、1925年に、 小川水力電機が購入し、一と解消して、同社の専用線で、小牧ダム建設の資材運搬用として使用した。工事終了後の1933年には、新宮鉄道2乗とされ、同社の7となった。新宮鉄道は1934年に国有化され、1255型となった。国有化後も規制中線のキー勝浦に止まったが、 1938年11月に流山鉄道に払い下げられ、国有化後の形式番号のまま、1955年まで使用された。この頃には、どういうわけか1894年、ボールドウィン星という履歴となっており、高野鉄道のごと、形式図が入れ替わっていたものらしい。1350系の所言を示す。A.B. 清水岳氏ほか、 名古屋鉄道車両市場韓国鉄1255系蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。